Yeah.
ガールズポップユニットワンです。リーダーロムです。ミルキーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、久しぶりの愛媛県ということで、はい、フジグラン松山店さん、今日ね、アイドルライブフェスタお呼びいただきありがとうございます。ございます。はい、ということで皆さんどうですか、お買い物はもうされました？まだこの顔はしてないな。この顔はしてない。ライブが終わってからするの。そうやな。あのさ、ここのチラシ見た？あ、見た見た。皆さんチラシ見ました？ちょっとね、用意してきたんですけど、すごい折りたたみ、いや、この中に入れんかできないけど、なんかちょっと収納できるよ。そう、すごいいろいろなんかもう食べ物がめっちゃのっとったんだ。そう、あのな、楽屋にこのチラシ置いてくれとって、もうな、すごい大きくさ、そうそうそう、今日のライブのことも、そう、もうそう書いてくれとんやけど、もうな、一番気になったんが、もうね、ドーンともう、今日の石田イベント、そう、なんかスイーツとかもいっぱい売ってるし、なんか今愛媛県では、うん、あの地産地消フェア、地産地消っていうのをやってて、うん、ミルキー、地産地消って何か分かっとる？地産地消、あ、そういうラムは分かる。いや、分かるわ、分かるよ、分かっとる。元気とんやん今日。何何、あのな、うんうん、地元で作ったものを地元のみんなで消費しようっていう、そう、自分たちで食べようっていう、そういうなんか何、地元を活性化みたいな。そうそうそう、ここにあるものはもう愛媛で作られてる。そう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 、ね、愛媛県で作られた愛媛県の名物とか愛媛県産の食べ物とかが、そう、今日はいっぱいあるみたいで、美味しいもん。そう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 、もうね、多分もう見ただけでも美味しいってわかるんやけど、やっぱりね、皆さんにはね、ぜひあの買って味わっていただきたいと思います。あの、全然うちらに差し入れとかでもいいんで。そう、あのね、もうすごいせっかくなんで、今日来てからには皆さんもね、あの美味しいものいっぱい買って食べて帰ってください。はい、ということで、うん、まあね、ラスト2曲になってしまったんですけれども、うん、待って待って、さっきの時はもっとええってあったよ、ちょっと。なんか切っちゃった。半減以下ぐらいなの。まあな、ちょっとさっきほどは可愛くないけど、ちょっと可愛いのも半減しちゃうけど、って言って。もうラスト2曲になってしまったんですけど、ありがとうございます。これで心置きなく次の曲いける。ありがとうございます。言わせたみたいになってごめんなさいね。はい、ということで、まあ、ラスト2曲、あのかっこいい曲と可愛い曲を、はい、2曲連続で続けて聴いてください。ワン、サードシングル Hold on me。
そう、フェアモン。まだまだ続くんで、皆さん最後まで楽しんで帰ってください。それではまた後ほど物販でお会いしましょう。以上、ワンでした。